中野慎二は日本人最高の9位完走、シューマッハの一つ前でフィニッシュだ。疲れてますけど、いや最後までペース落ちない9位です。ちょっとスタートね、あんまりうまくいかなくて一瞬ね順位落としてボリビアの後ろについてね、それでだいぶタイムロスしたんですけどね、まあ振り1台前がいなくなってからまあまあ車良くてそこそこのペース走れないけどね。でもパンチには長いこと前半ブロックされましたね。そうですね、あれがなかったらねもう少しいいレースできたと思うんですけど、まあでも思ったよりね車良かったんで、まあ次につなげられるかなと思って、うん。